ごきげんよう、こんばんは。どうも、タコボンドです。さて、今回はこちら。このラプトルと変な鳥を戦わせてみたいと思います。さあ、小型戦ですね。ラプトルがすごいこれ。うわ、なんか羽が生えてる。鶏みたいな、かっこいい。モヒカン。うわ、ラプトルってこうだったんだ。じゃあね、人間と比べてみたいと思います。人間と比べると、大きい。ま、通常の馬ぐらいの大きさですね、ラプトル。これは大きいですね。では次、鳥行きましょう。鳥。ディモルフォドン。名前難しいんで、小鳥で行きましょう。さあ、小鳥は、すごいですね、歯が。あの、ホラーの歯みたい。あの、この縫ってる歯みたい。わかりませんね。うわ、すごいな、でも。これ比べてみましょう。うーわ、なんか、待って、これ合体してるぞ。これ、すごい合体、羽生えてる。人間に、この位置、やめましょう。今の位置はやめましょう。ね。全年齢層が見てるんで、こういう、ま、この戦いですね。さあ、始めていきましょう。小型同士の戦い。ではね、行きたいと思います。プレイヤーに来てしまうんで、ここから行きましょう。では、やりたいと思います。この勝負、始まりました。さあ、戦ってくれ。さあ、鳥は自由に動いてる。ラプトルが食らいつく。さあ、これはいい戦い。鳥、どう攻めようか。お互いぐるぐる回って、敵の後ろに回り込もうとしている。さあ、飛んだ。鳥が飛ばされた。紙飛ばされた。1対1。勝者はラプトルでした。アピール。いいアピールをしています。これが勝者の顔つき。ということでね、1対1はラプトルが勝ちましたが、数をね、増やして、今度はね、コロシアム上でやりたいと思います。じゃあね、この、道、こっからもう行きましょう。ここちょっと出てるんで。ここから、入場券などいらない。ここから通れば無料で見れます。いやもうこれ、観客席でいっぱいですね。このコロシアム、うわ、寝てる客さんもいる。これはもう素晴らしいですよ。ここすごい固まってんな。で、通り越えるともうすでにね、並べてました。さあ、ついね、この決戦。もうね、すごいこれ。ラプトルの雄たけび、鳴き声がね、すごいもう、決戦をやる前から、気合が入ってる声ですね。これはもう、すごい戦いになるに違いないでしょう。さあ、さっきのね、戦い、1対1の戦いではね、ラプトルが勝ったんで、少しね、小鳥の方を増やして、やりたいと思います。大体ラプトルが50体以上いますね。で、それに比べて小鳥もまあ60体以上少し多めに並べました。ではやっていきたいと思います。それではここからやりたいと思います。一体どうなるのか、スタート。始まりました。うわ、すごい鳥の団体行動。うわ、群れが一気に、うわすごいなぁ。うわぁ、観客席まで被害が及んでます。ラプトル確実に1匹ずつ集中狙いして倒してます。うわ、ラプトルももう混乱状態。鳥強いなぁ。鳥の団体行動、これなんだ。鳥が綺麗な跡を描いて散らばった。おーっと、固まってたラプトルに鳥が群がった。ラプトル混乱状態。ラプトルが逃げ回っちゃってるからね、あの肉食のラプトルが。
さ。うわー、すごい鳥、もう瞬殺。うわ、もうこれはチームワークが素晴らしいですね。小鳥はラプトル数が減ってきました。さあもうこの勝負ラプトル戦う気がありませんね。壁に食らいついて、さあこれでうおっと来たぞ。もう一匹ずつ片付けていきましょう。この際もうこれはすごい固まってるぞ。ここどうした。うおすごい、これコウモリのあの竜みたい。コウモリの竜、うおすごいなこの数。なんだすごい、こいつうわ踊ってる踊ってるすごい荒ぶってるなもう原型がないもんね。うわすごい、なんか情報が、わあここにいた群れが、あもう観客席まで食らいついて、これはひどいことになりました。これはすごい試合です。さあラプトルも残りわずか。さあ1匹ずつ片付けていきましょう。さあ来た、すごいぞ。さあもう残りあとここの2匹だけか。さあこれでうわ瞬殺、早すぎる。ここでもうすごいな、もうみんうわもう固まってるよ。これでもうラプトルはいません、もういないです。これは小鳥の完全勝利。どうした、うわもう食い足りないのか。観客席まですごい荒らしてます。これはひどいことになりました。鳥の群れが一番最強なんじゃないかってくらいやばい戦いでした。さあ今回の勝者小鳥となりました。うわもうみんなすごい来てますよ。これが勝者の最後のパフォーマンスです。それではね、今回はここで終わろうと思います。ごきげんよう、さようなら。